正月は、バラカ桜族の桜。大島桜をもとに生まれた、栽培品種の里桜群の桜で、日本原産の八重桜。正月桜や、野田大桜と呼ばれることもある。江戸時代以前から、ある栽培品種で、荒川邸で栽培されていた里桜の一つ。樹高は5メートル程度の高さに伸びる、赤木で、樹形は枝が横に広がる傘状。 八重咲きの大輪の花を咲かせ、花弁の色は淡紅色。花の端が赤く中心は白くなり、花はある程度の集まりを作り下に向かって垂れて咲く。東京の夏季は4月中旬。花の中心部の1本か2本のめしべは、正常な中東と下中ではなく細い葉のようにはかしている。このようにはかしためしべを持つ似た品種に一様と不現像があるが、いずれも、 生殖能力を失っており結実できないため、継ぎ木や差し木でないと繁殖ができない。見分け方は、正月は、墓カメシの数が一本のものと二本のものがまちまちで、あるが、夏季が遅いことや時効が大きくならないこと、若葉が黄緑色で花より遅れて展開することから他にしと区別でき、一応は、墓カメシが一本で額の部分がギザギザした。 ノコギり人常になっていないこと、不幻想は、墓めしべが2本で、若葉が赤みを帯びていて、花と同時に展開することで見分けられる。ありがとうございます。